こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。今日はメイクしております。今日はメイクしております。こんばんは。もうでも朝したから、ちょっと落ちてるか。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。インライン引かない派です。目尻しか引きません。アイライン下手くそなんですよね。そう、アイライン下手くそなのでうまく引けないから。こんばんは。声戻った感じ？多分戻ったのかな、わかんない。もう自分の声がどれが正解かわかんないから何 とも言えないけど、若干喉は乾燥気味って感じはするけど、でも喋ってる感じ、そんな、昨日がすごい鼻にかかりすぎた感じがしてたけど、今日そんなことない気がするから、治ったか。そう、もう公演もあるからさ、治ってくれないと困るんだけど、こちら的には治ってくれないと困るんですけど、まあ言えても20日までないからあれだけど。こんばんは。パーソナルカラーなんですか？パーソナルカラー知らないですね。なんかどっちにも見えるって言われるから、どっちもかもしれない わかんないけど。どうだろう。難しくない？パーソナルカラーとかさ、骨格診断とかさ。調べたことないからわかんないけど。こんばんは。ギフトありがとうございます。でもパーソナルカラーはちょっと行きたいな。やってみたい。こんばんは。なんかね、まだ鼻水がね、うざいな 鼻水出てくるのうざいな。鼻水のせいでちょっと不自由なんですけど 不自由なんですけど 鼻水がちょっとうざい いつまでもついてくる私に、うざい ついてこないでほしいんですけど、ずっと一緒にいたいらしいです ありがとうございます。ギフトありがとう。花粉症はありません。何もありません。アレルギーゼロなんです。
ですよ。アレルギーゼロなんですよ。こんばんは。ありがとうね、今日も見に来てくれて。元気かい、みんな。食べ物もないですね。ないです。って言ってもめっちゃ前に、めっちゃ前って言っても本当何年前だろう。10年前とか、それくらい。10年前くらいにアレルギー検査して何もなかったから何もないと思って生きてきてるけど、わかりません。わかりません。それ以来してないです。でもあんまなんか好き嫌いは多いんですけどね、別に体に異常な反応は出ないので、多分食べるはするんですけど、私がただ嫌いなだけで。そう、ただ嫌いなだけで、食べるはするんですけど好き嫌いが激しいだけです。明日仕事で打つ。いやー、私もでも休みだけど覚えなきゃ、シャッフル。そろそろやばい。明日で2曲覚えよう。いけるかね、2曲。明日で2曲いけるかな。本気出せばいけるか、本気を出せるかどうかが問題だけど。そう、もうちょっとでレッスンあるんですよ。やばい、時間がないです。こんばんは。2曲覚えれるかな。いやー、時間がないはもう踊れます。もう覚えました。時間がないはいけるいける。時間がないはいけます。大丈夫、任せてください。異形のダンスと時間がないはもう覚えました。あとハートブレイカーズね、いけます。ハートブレイカーズE の曲はもういけますよ。E の曲は大丈夫です。E の曲はなんか3曲もいけます。喉が乾燥してる。見に行くために徳積まなきゃ。そういうのあるんですか。やっぱなんかさ、絶対に入りたい公園とかはさ、もうなんかゴミ拾いとかした方がいいかなって。なんかやった方がいいのかなってあるのか。お参りとかするんですか。やっぱなんか道端とかに落ちてるものとか拾った方がいいのかなとか。さすがにそんなことしないか。ありがとうギフト。今日もかわいい。最近これにハマってる、ハート。かわいい。あんまやんないですよね、こういうハートとかね。ハートにハマって。今日財布拾って届けた。ああ、いい。なんか
いいね。なんか得積んでる。いいね。やっていきましょう、そういうのどんどん。いいね。財布ってやっぱあるんや。落ちてるんだ。なんか財布拾ったって聞くけど、そんな財布見たことないな、落ちてる財布を。ハートブリカス、ハートブリカスあるね、これハートブリカス。ハートブレイカーズはニヤニヤしちゃうから、ニヤニヤしないように頑張ろうっていうのが目標。もう間違えないとかじゃなくて、ニヤニヤしない。そう、ニヤニヤしないのが目標。笑わないでくださいって言われたので、はい。そう、でもめっちゃ笑いながらレッスンした。こんばんは。帽子かぶってないじゃん、だってハートブレイカーズは。もう小渡しで出なきゃいけないからさ、やばいやばい。こんばんは、ありがとうございます、ギフトありがとう。今日はお寿司食べたからご機嫌です。あの曲笑いながらやってたら逆に怖いかもしれない。確かに、お人形さんの、お人形さんのさ、お人形さんのコンセプトの曲をニッコニコでやってたら逆に怖いよね。真顔も怖いけど、真顔もいい意味で怖いけど。こんばんは。カレーライスを食べました。あー素敵ですね、いいですね、カレーライス。ありがとう、ギフト。こんばんは。ハートブレイカーズとても似合いそう。嘘、でもなんか衣装がちょっと似合うか不安だな。あのなんかドレスみたいな、可愛いんですけどね、あれ可愛いけど似合うかは別だよね。まあでも K2 公演は似合うと信じてるので、うん、多分大丈夫だと思いたいけど、わかんないです。ちょっとわかんないですね。ちょっとなんとも言えないな。こんばんは、ありがとうございます、ギフト。ありがとう、ありがとうございます。マイベスティ、振りわかんないや。マイベスティなんか難しそうで振り笛見るのやめちゃった。なんかずっとこうやってやってるイメージだったからさ、これしかやんないと思ってたらサビでなんかすごい動き出して、あ無理かもって思って見るのやめちゃった。見るのやめちゃいました、すいません。そう、ミーしかわかんないだから覚えなきゃ。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。今日は私はもうずっと家にいすぎて、そろそろ出かけたらどうなのって
お言葉をお母様からいただきましたので、今日はご家族でご家族でお出かけに参りました。ご家族でお出かけに参りました。疲れました。何も、車乗ってるだけなのに疲れました。朝から夜まで久しぶりですわ、こんな長時間も。一生岐阜にいました今日は。岐阜を転々としていました。岐阜県を転々としていました。やっぱもう一宮と岐阜はもうこういう関係ですから、すぐ着いちゃうので。そう、一宮がこうやって岐阜ここなんでね、そう、岐阜を転々としておりました。今日岐阜にずっといました、朝から晩まで。あ、そう、もみじを見た、もみじを見ました。なんかどこにいるか分かんなかった、でも自分が。綺麗でしたよ紅葉、なんか人いっぱいだったけど。こんばんは。紅葉はね、なんだかんだね、ここ 2,3 年ちゃんと見てるんですよね。2年かな、3年思っちゃったわ。2年見てます、2年見てる、今年も見る予定です。私も見る予定です。ありがとうギフト、どうもありがとうございます。でも今日はなんか風がなくてよかった、寒くなくて。なんかあったかくはないんだけど、風が吹いてないから、なんか寒いんだけど寒くないって感じで素敵でした。こんばんは。今日半袖でした。半袖、嘘、もう半袖着ないかも。半袖まだ着るかな、なんかレッスン着とかでは着るかもしれないけど、私服では着なそうだな。明日から寒くなるね、なんか寒くなるって聞いてちょっと嫌だな、覚えれないかも。寒いとダンス覚えれないかもしれない。覚えたくなさすぎでしょ。寒さを言い訳に覚えれないかもとか言って、そんなこと言ってる場合じゃない、本当に覚えないといけないのに。寒いから覚えれない。そうだよ、まずベッドから出るっていうのをさ、しないと一生さ覚えれない。やだな寒いの。衣替えで半袖しまった。いやそうなるよね。でも私ももう、でも冬服をめっちゃ捨てたんですけど、夏服も捨てたいな、いらないし。服って増える一方だからね、なんかやっぱ買うごとに手放さなきゃいけないなって思っちゃうよね。いらない、たくさん服持ってそう。だってさ、一回トーク会とかで来たらもう、あ、これはもう着れないなみたいな感じなので、
ってなってくるとちょっとどんどん増えていく服が。今日は新しく買ったトレーナーです。見えてないけどネイビーMaybe. かわいいよね。ありがとうございます、キプト。ありがとう。本当は白色が欲しかったんだけど、汚すから目立たない色にした。汚してもいいようにすぐ汚してしまうので汚してもいいように。そうだから白のお洋服ってさ、だからそういうのが気になっちゃって買えない。黒ばっかり。ネイビーが似合う人好きなので助かります。ネイビーってでも誰でも似合うくない？そんなことない？なんか学校のジャージみたいな色やん。こんな色学校のジャージじゃん。確かに学校のジャージみたいな色してるよね。こういう色じゃない？学校、中学校とかのジャージの色。うん。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。今日何食べた？今日は午後ティー、レモンティー飲んだお昼にそば食べました。あったかいそば美味しかった。岐阜のそば、岐阜のそばを食べました。で、ところどころグミを食べました。グミで、夜にお寿司とお味噌汁以上以上です。今日のお食事以上になります。以上になります。そばは明日らしなですが違います違います。でもなんか山奥の蕎麦屋でした寝たらついてたのでちょっとどこか知らないけど起きたらついてたから、わかんないです。でも山奥の蕎麦屋ちょっとわかんないです。美味しかった。あったかくて車でも寝てる。もう今日移動中一生寝てました。なんかもう寝ないでしょって言われて、もう寝ないよって言っても寝てた。その5分後ぐらいには。だからきっと今日も寝れませんね。
う、一生寝てた。こんばんは。ギフトどうもありがとうございます。どうも。車でなんか音楽とかかかってたの？あー、かかってたけどなんか嫌だったから自分でイヤホンつけて音楽聴いてた。なんかよくわからん、なんか流行りの音楽とかを流すんですよね、お父さん。そう、なんかそういうのは違うな、なんかもうちょっと求めてなかったんで、自分が好きな曲聴きたかったから。そう、チョイスがちょっと私とは合わない私とは合いません、すいません。家族で出かけるとき運転は誰がするの？お父さんの車でお父さんが運転です。そんな感じ。お母さんの車もある。ありますよ。ランキングとかから流してるのかな。あ、流してだからなんかフルーツジッパーさんとかが流れて、結構カオスじゃない？家族のさ、家族が乗ってる車でさ、いきなりさ、なんかフルーツジッパーさんが流れてさ、え？みたいなそう、私なんか誰も知らない K-POP とか流れちゃったりして、私と妹は分かるんだけど、その前の大人2人だけ分かんないみたいな。そうだから、うん、みたいな、シーンみたいになっちゃう。そうだから、別にみんながさ、みんなが分かる曲を流せばいいのにさ、なんかね、こんな分かんないしみたいな言われてもさ、いや変えればいいやんってなっちゃう。そう、でも分かる曲が流れた、あ、これ俺分かるみたいな、急にどやり出すんですよ。それもそれでなんかよく分かんないんですけど、そう、なんかそこでなんかね自信持たれても困るんですけどそう、困りますあ、俺わかるみたいな、俺歌える歌えるみたいな言い出して、バウンディとか今日歌ってましたそう、けどなんか上手くもなければ下手でもなくて、すごいコメントしづらい歌声で、そう、歌わないでほしかったですねそう、本人は気持ちよく歌ってるんですけど、なんかちょっと不協和音感がちょっとすごくてなんかイヤホン突き刺してくるんですよ。イヤホンで音楽聴いてても、それをなんか飛び越えてくるぐらいさ、うるさくてでしょ、イヤホンしたくなるでしょ、そのさ、その聞きたくもない人のさ歌声をさ、なんか聞きたくないじゃん別に、そんな自分の好きな曲たくないじゃあお母さんも寝てたのに、なんか起きたんだけどみたいな、その変な歌声で起きたんだけど、かわいそう起きたらしいですわりと昔の曲聴くって言ってたから、そう、昔の曲大好きです。昔の曲ばっかり聴くって言っても、本当に最近の曲も聴かなくはないんだけど、自分が好きだなって思う曲は昔の曲の方が多いって感じ。でもなんか全然最近の K-POP とかも全然聴くよ。
最近のお気に入り、最近キロロさんめっちゃ聞いてます。キロロさん聞いてます。あとはうーん、何聞くかな、こういう時に出てこないんだよな。さっきあれ聞いてましたよ、ラブ&ジョイラブ&ジョイ聞いてました。ラブ&ジョイ聞きながら準備してたよ、ショールームするための。ありがとうございます、ありがとう。マイリトルラバーさんも好きです。カラオケで絶対に歌いますね。カラオケで歌います。カラオケに行きたいな。ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。人から言ってパーティールームみたいなの通されると得した気分になるまだないな、その経験。パーティールームか、めっちゃ声響きそうじゃない？変わらないか、そんなちっちゃい、ちっちゃいっていうか普通のお部屋と。オタクカラオケでコールしてもらってアイドル系アイドル味わうやつやったことあるえー楽しそうですね、いいね。なんかいいな、カラオケでも一人でしか行けないんだよな。でもそういう楽しみ方もあるのいいよね。一宮さんのホワイトラブからもうすぐ1年経過。早いね、あっという間だ。でも確かに寒い時期だったから、あと1ヶ月後ぐらいとかだったっけ。早っ、懐かしい。冬コン、あれ冬コンって配信ありましたっけ、なかったっけ。でもすごい好きだった冬コン。なかったか。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。
映像解禁待ち望んでます。されるといいねって言っても私はいつでも見れるんですけど、冬子の映像何でも持ってるよ何でも持ってるよ、メンバーだから何でも持ってる、任せてください。こんばんは。ハルコンみたい。うん、ハルコンも楽しかったけど、ハルコンで10年桜できたのめちゃめちゃ嬉しすぎてさ、10年桜一生歌いたいと思ってましたいい曲すぎて。去年のリクコンもあるし、もう何でもある、私の携帯の中には。昨日がちょっとひどかったからあれだったけど、今日意外とあれじゃない。ね、昨日あれだったよね、ちょっと鼻声だったよね。こんばんは。皆さんも体調気をつけて、寒いので気をつけてください。本当にね、もうすぐ10日会だからね、どこかいた握手会あるからちゃんと会いましょうね。寒暖差すごい。いや本当に服装迷う。私なんかさ、10何度らしいよとか聞いてもさなんか想像つかなくて、その10何度がだから、どれぐらいの格好していけばいいか分かんなすぎて、上着いるかな、いらないかなとか、ロンティーでいいかなとか、ちょっと分厚めの着ていくべきかなとか、難しい。ありがとうございます、ギフト、ありがとう。明日の夜真冬らしい。やだ、嫌かも。寒いの無理だよ、暑いのも無理だけど寒いの無理だよ、我慢できないです。ぐ寒いって言っちゃうんですよ。そう、寒いみたいなすぐ言っちゃう。そんな寒くなくても寒って言っちゃうの本当に良くないよね、やめたい。もゴムか靴下履いて寝てる。ゆずも一緒。ゆずも朝には脱げてるんですけどね。で靴下履いて寝るの大好きなんだけど、靴下履いて寝たら良くないっていうよね。一生履いてるけど。こんばんは。ヒートテック出してくる。ヒートテックそもそももう買いたいな
買いたい。なんかヒートテックってさ、なんかさあるって言うじゃん、なんか使用期限みたいな。買いたいな。ね、1年らしいよ。1年来たらさよならしなきゃいけないんだよ、ヒートテックって。すごいよね、逆に。そう、1年って言われてるらしい。そうだからね、買った方がいいです。普通のテックになる。あ、そう、普通のテックになっちゃう。ヒートじゃなくなっちゃいます。そう、ヒートじゃなくなる。普通のテックになってしまうので、買いましょう。買いましょう、新しく。こんばんは。超極暖も起きてる。絶対早くない？どうすんの？これもっと寒くなった時乗り越えれる？もう2枚とか着るってこと？懐かしい、超極暖ユニバに着てった。いつ上がるんですか、ユニバの動画。ユニバの動画いつ上がります？ユニバで着てったんですけど、いつ上がりますかね。誰か知ってる方いたりしますか？この中に知ってる人いますか？ユニバの動画いつ上がるか分かる人いますか？私も写真とか勝手に出したいんですけど、もう1年経ってしまいますわ。1年経ってしまいますわ。もうビジュアルがどんどん昔になっていってしまうわ。困る。困りますわ。ユニバの動画、ユニバの写真だけで100枚ぐらいあるんですけど、それを使わずに全部消せというのですかね。ちょっと、ありがとうギフト。早く見たいです。私も早く見たい。もう忘れちゃいそうだよ、その日の出来事とか。確かにそうだよね、ゆうゆの。そうだよね、だってあれゆうゆ映ってるんですよ。もうだってさ、って感じじゃない？早おって感じですよね。早く見たいよね。だってあれ、ゆうゆの卒業旅行プラスあゆかぴょんのお誕生日兼ねてるからね。あゆかぴょんも誕生日迎えちゃうし。あの時どうだったのって聞かれても覚えてない。もう寒いとかしか言う記憶がないですね。そう、寒かったしかないか。寒かったっていう記憶しかないな。こんばんは。ユニバ行きたいな。ユニバ行きたい。普通に私が好きなさ、アトラクションがさ、もうすぐ復活するんですよ。それに乗りに行きたい。それを乗りに行きたい。代わりに編集します。もうなんかさ、そういうなんかすぐやってくれそうなファンの人とかの方が早そうやんな。言っちゃダメか、こんなこと言った。何が好きなんだっけ。何でも好きだよ。何でも乗れる乗り物、怖いものないです。後ろに落ちようが前に落ちようが、上に行こうが下に行こうが大丈夫です。逆さまになっても平気です。何でも乗らせてください。
何でもいけます。本当に何でも大丈夫、何も怖くない何も怖くない。フライングダイナソー無理すぎる。フライングダイナソーこそめちゃめちゃ楽しくない？あ、絶対これ言ったんだけど、フライングダイナソーの好きなところは乗ってって最後にセブンイレブンが見えるんですよ。そこがめちゃめちゃ好きなの。急に生活感がね丸見えになるんですそういるとこはユニバなんだけど景色がセブンイレブンなの。そう、そこがねめっちゃ好きなんですよ毎回見てる。だからフライングダイナソー乗るときは終わった後セブン見るようにしてんですそう、初めて知ったときマジでなんかすごくて、えみたいな、セブン見えるやんってなってそう、だからセブン見るようにして、そう、見てみるといいよ。セブンイレブンがねがっつり見えるからでも何でもいける乗り物大好き。ゴーカートだけ NG で運転できないので、乗ってすぐぶつけてしまうのでゴーカートだけは×で、それ以外はいけます。何でも乗れる本当に。コーヒーカップ全力で回すのもいける。あー、ちょっとわー、むずいな。一回でもなんか泉ちゃんと二人で乗ったことがあってめっちゃ本気で回されて結構危なかった結構何かが戻ってくる予感がしたんだけど、いや引き止めました、頑張って、いや なった。でも去年マリンとアミちゃんとシーに行った時になんかコーヒーカップじゃないんだけどなんかくっついて座ると遠心力がどうたらみたいな、すごくぐるぐる回るやつがあって、それ知らなくてなんかキャストさんになんか意地悪されたんかな、くっついて座るといいですよみたいな言われて、えそんなことあるんだって言ってくっついて座ったらすごいぐるぐるに回された。動画残ってるなんか動画撮れますよって言われて、そう、なんか自撮りの動画があるんだけどめっちゃ面白いですそう、でもなんかやばかった。あ、そうマーメイドラグーンの中にあるやつ、そう、それがねやばかったです結構あやばかった。もう見せれるもんじゃないけど顔がねやばかったですっていう話。終わりますか、そろそろ。今日も51分なので、うん、ありがとうございます今日も。また明日、おやすみなさい。また明日、おやすみ。またね、ありがとうございました。おやすみ、また明日。明日からも頑張ってね。おやすみなさい。バイバイ。またね。